斉藤京子が卒業発表。お日様たちあの言葉で安心していたが、本日斉藤京子が卒業を発表しました。それに伴い卒業コンサートが4月5日に開催、ひな誕祭には出演しないとのことです。これを知ったお日様たちは、このメンバーでもう一度東京ドームに立つんじゃなかったの、もう一度このメンバーで東京ドームに立ちますってライブの時に目標を言ってたから、東京ドームに立つまで誰も卒業しないと思ってたし、しかも推メンが卒業は寂しすぎる、K ありでキャプテンがこのメンバーでまた東京ドームに立ちたいと言ってくれて、目標を掲げてくれたことの嬉しさもあったけど、最低でもあと1年は誰も卒業しないだろうという安堵の気持ちの方が実は強かった。こうなったらもう何があるかわかりませんね。このメンバーで東京ドーム立つって言ってくれた時、当たり前のようにキョンコもいると思ってた。当たり前ってないんだな。いつだって今が全力で押すべき時なんだな。冠番組、ドラマ主演、ホールでのソロコンサートエトセトラ。これほど卒業というフレーズに納得いく実績を持った人、今まで見てこなかったな。 K アリーナのライブの最後で、もう一度このメンバーで東京ドームを目指しますって発表にしばらくは誰も抜けずにいてくれると勝手に安心しきっていた。